津軽半島西海岸じゃは、青森県の津軽地方の海岸に伝わる怪異で、海で死んだ人間の魂が家に帰ってくることを言う。こうした伝承については、津軽の民族学者、森山康太郎の著書、津軽の民族などに記述がある。名称は、亡者を意味する。東津軽郡石崎ではこの亡霊の帰還を、もじゃびとも言う。これが家へ帰ってくる際には、 庭で足を叩くような音がして、寒いから火を焚けなどと声がするという。西津軽軍艦岡村では、漏れ火と呼ぶ。夜中に王道を叩くものであるという。ある時、漁師が海に流されて死に、その夜中に家の王道を叩く音がした。家人が外に出ても誰もおらず、漏れ火の仕業と言われた。道軍味沢町では、もじゃともいい、これが家へ帰ってくると、台所の板のまで。 バタバタと着物の砂を払う音がして、流しでザーッと手を洗う音がするという。また同調では、もじゃは人間につくとも言う。あるものが夜、全身に水を浴びたように寒くなり、体の震えが止まらないので、ごみそに相談したところ、四人組の海のもんじゃが誰も供養してくれないので、何とかしてもらいたくてついているとのことだった。 北津軽郡小り村では浜辺で火を焚くと、もんちゃが火にあたりに来ると言われた。ある時、沖合で漁船が沈没し、漁師の遺族たちが浜辺で火を焚くと、伝承の通りに、もんちゃが現れたという。もじゃ火、漏れ火などは火を意味する名前がついているものの、津軽の民族にはこれらが火を伴って現れたという、記述はない。しかし後述のように、他の地方には同じく、 亡霊化といって、遭難者の霊が会場で火を伴って現れる伝承があるため、津軽の民族は家に帰ってくる事例のみが記載されているのであって、津軽の文社も海では火となって現れるという可能性も示唆されている。文社の伝わる地方では、海、山、川で誰かが死んだ時など、人間が不慮の死を遂げた際には、その魂がその場に残ると言われており、 遺体をその場から運び去った後に、改めて魂を迎えに行くという風習があった。遺体が失われた場合でも、死者は手向けを期待して、家の近くをさまようと言われたため、必ず遺体の代わりに、身代わりのものを葬り、根節な供養が行われていた。例えば、安じ沢町では、海で死んだ者のの遺体が発見されなかった時は、印を休めると言って、タバコ入れ、枕。 単純などのように、普段から身につけていたものを墓に収めて葬った。西津軽訓練の沢でも、同様の事故が起きた際や、山中で人が遭難して死んだ時など、家を離れて死んだ者がいる時には、供養のために、海岸の丘に、構正者を建てており、それを通行人が回すと、死者は早くに浮かばれると言われた。また海難者の出た。 ある家では、十六日の暁母会といい、盆の十六日の朝、死者の数だけ人形を作り、小さな船に乗せて流す風習があった。宮城県大シ郡軍小和町の海や大森県、五所川原市では、水死や首吊りのあった場所には、雨の夜に、モルヒ、または、リかという開花が現れると言われ、地元では最も恐ろしい化け物と言われている。 これに対して悪口を言うと、その人について回る。打てば細かく砕けるが、やはり人について回る。念仏を唱えると去るといい、当下のある部屋には入ってこないとも言う。宮城県を鹿郡女川町や鹿児島県で言う、亡霊家は船幽霊に類するもので、遭難者の霊が小舟などの姿となり、夜の海を行く漁船の前に急に現れ、 漁船がそれを避けようとしてもまた前に現れ、やむを得ず船を止めると、それは船の形を失って輪行となり、遠くへ走り去るという、ありがとうございます。